女優の吉高由里子35が主演を務める NHK 大河ドラマ光る君へ日曜後8-0は今月2日第22話が放送された話題のシーンを振り返る写真第22話モニフクス気境ファーストサマーウイカ藤原の亭士の言動に以下ネタバレ言う二人っ子セカンドバージン大恋愛僕を忘れる君となどの名作を生み続ける ラブストーリーの名手、大石静香氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ63作目。千年の時を超えるベストセラー源氏物語を紡いだ女流作家、紫式部の波乱の生涯を書く。大石氏は2006年、光明が辻、以来2回目の大川脚本。吉高は8年、厚姫、以来2回目の大川出演、初主演となる。第22話は、越前の出会い。 マヒロ、ヨシタカユリコ、と藤原た時、とき、岸谷五郎、ワ鶴賀の松原客観に立ち寄り、そう人の長、主人僧、ジュレンソン、硬貨、ハオゴらに迎えられる。浜辺に出かけたマヒロは、そこに佇む襲名、ジ民、松下公平、と出会う。その夜、歓迎の宴が行われ、マヒロはみんなと楽しいひとときを共に。翌日、一行は越前国府に到着し、 越前助玄光雅玉城高政らに出迎えられるもののため時は激務のため早々に体調を崩してしまう意思として現れたのはという展開高階の高子板谷優香が病のため天に召された義定藤原道長江本タスは長文氏藤原の亭氏高畑光と再会貞子は一条天皇塩野明久。 の子を身ごもったと明かした。帝のお子を身ごもっております。父も母も行き、兄も弟も遠く、公開に力はなく、帝のおこをこの先どうやって産み育てていけばよいのか。途方に暮れております。左大神殿、どうか、どうかこの子をあなたの力で守ってください。私はどうなってもよいのです。されど、この子だけは、道長、貞子、きき ファーストサマーウイカのグレーの模服も反響を呼んだ。番組公式サイトによると、道長は、に色、にびい色の脳士内木ばかま、内木袴ま、姿の貞子は、にびい色の内木を身にまとっている。源氏物語の中にも、主人公、光源氏が最初の正妻、葵の上を痛む、限りあれば薄墨みやさけれど涙ぞ袖を縁となしける。 無紋の上の魚意に鈍色のご下重ね、背負きえるやつれ姿、華やかなるお葬日よりもなまめかしさまさりまえ、などの描写がある。SNS 上には、あれが鈍色か、鈍色麻布の模服だ、大河で初めて見た、テレビで初めて見た気がする、光源氏が袖濡らして色濃くなった鈍色の模服だ。 平安期の装束は記録で検証するしかない世界だけど、ドラマの中で鈍色の模服が登場したことに感激してしまった。鈍色と貞子様の不安が重なった場面、などの声が上がった。次回は第23話、雪の舞う頃、6月9日、が放送される。